大下剛、原監督は浅野翔吾を育てる気があるのか。大下氏は巨人軍は勝たないといけないチームであることはわかるとした上で、本気で育てるのであればとことん使うべきだろう。ましてや初本塁打を打った直後、最も気持ちも乗っている時だ。打てなくても試合で使い続けることで選手はミスをしながらどうすればいいのかを自分で考えて成長していく。あそこで丸がミスをして何を得るのか、いかにも中途半端、これでは若手は育たないと一刀両断した。育てる気ないなら18歳をスタメンで使うわけないやん。あんまり使うと新人王資格なくなるぞ。残り今季50打席くらいで、まあホームラン打って気分の良いままお疲れ様ってのもわからんでもないがな。ファンからすると交代はありえんが、秋広の時も春先はそうだったろ。左ピッチャーが出てきたら交代させてた。まずは左右片方しっかり打てるようになってからって方針なだけ。代打は別に A は丸だろ、なんで使ったんだ、あんな状態で梶谷使っとけや。実際あそこで代打は工業的にも育成的にもどうなんて思わざるを得ないやろ。1年目なんやからそんな休暇さんでもいいやろ。新人王と回復素どうでもいい賞のために育成プラン考えるのはアホだろ。ご視聴ありがとうございました。